はい、タイトル通りです。世間の8割ぐらいの人は、まあ、周りにいつまでにこれやりますって宣言することでもうやるしかないっていい意味でプレッシャーになると思うんだけど、私はああ絶対やらなきゃっていうのがプレッシャーになって潰れるタイプ。逆にできなくなる。人知れず淡々とやるのが好き。その方が続く。だから宣言することでやらざるを得ない状況に持ってく人ってすごいと思うよ。っていうのも私頭がおかしいんですぐ飽きるのよ。その毎日更新しますって言った時はマジでやる気になってるし、明日はいっぱい編集するぞって思ってるんだけど、けど次の日起きたら全然違うことやりたくなってんの。明日の自分が何をしたいか私も明日になってみないと分かんないんですよ。そんでやりたくない気分の時にそれをやるのがすごく嫌なの。世界で一番嫌なの。例えば音痴から歌うまくなるまでの過程とか、うまくなってからじゃないとあげられない。いつ飽きるか挫折するか分かんないし、リアルタイムは無理。見てるみんなもさ、そのゲーム実況がパート15くらいでラスボスの一歩手前で永遠に更新されなかったら寂しいじゃん。嫌じゃない？私はもうそうなることが自分で分かってるから最初からやらないっていうか、なんかね、みんな楽しみに待っててくれてるんだろうなーって思えば思うほど逆にあげないみたいなところもある。勉強とかもね、ツイッターで今日は何時間やりました累計何時間って書いてる人多いんだけど、私はきっと、あ、100時間もやったのにこんだけしか実力ついてないんだって絶望してやめちゃうタイプなので、最初から記録しない。その方が続くことが分かってるから。結局、あ、こいつ毎日更新しますって宣言してたけど結局できなかったじゃんって人に思われるのが嫌なのかも。あー、だから嫌なのか結局自分のプライドか。プライドが、絵の成長記録とかあるじゃん。例えば毎日書いて上達具合を必ずツイッターにアップしますみたいな、あれもダメなんだよね。しかもさ、やるって宣言したら人の目もあるからやらなきゃで、自分が今すっごい YouTube 撮りたい気分でもやっちゃダメで、絵を優先させないといけないじゃん。今こっちをやりたいのにやりたくないことをやらなきゃいけない。そうすると絵描くこと自体嫌いになりそうで嫌なんだよ。だからやるなら絵が上手くなってから、下手な時はこうでしたって比較画像を作るやつ、歌上手くなってから音痴の時はこうでしたって比較動画作るやつ。だからこれから YouTube 毎日更新しますって宣言する時は多分ないと思う。5月くらいに宣言したけどやっぱダメだったし。こういう宣言しない方が続くタイプって結構いると思うんだわ。そういう人は宣言したことにより、あー、やらなきゃやらなきゃって追い詰められてそれが嫌いになっちゃうより、やりたい時にやりたいだけやった方がいいよ。これが幸せに生きるコツだね。まあ自分は結局自分がやりたいことしかやりたくないクズだな。え、でもそれの何が悪いん？人間そうあるべきじゃない？チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。